速稼塾の久保です。今回のですね、新読花やローマシリーズは、そうですね、面白いことがあればどうかなと思ったんで、まあちょっとじゃあ小手調べておきましょうか。この話するとまだまだね先があるんですけども、まあ在宅でいろいろとやってると、まあ、一人暮らし、それからご家族暮らしにかかわらず、多分ね NHK の集金の方が来ると思うんですよ。まあ、NHK ですって言ってね、引き落とし口座の契約をお願いしますとか、 NHK の受信料テレビついてますかみたいな感じで、多くの方はね、どうやって NHK を追い返そうかっていうふうに考えるし、こうやって NHK を撃退したぜみたいなことで自慢するんですよね。私はそれ非常に違和感があって、私自身は NHK の番組結構好きなんですよね。全部が全部見ないんですけども、まあ、本当にね、30分とか1時間ぐらいしか見ないんですけども、それでも視聴者ですからね、まあ、きちんとお金をお支払いしたいなと思ってるんですよ。まあそうでなくても、全然見てなくても、私はお金払った方がいいかなと思ってるんですよね。これがなんでかっていうと、 NHK の集金に来る人って別に NHK の社員じゃないんですよね。委託会社の人なんですよ。で、その委託会社の人っていうのは結構その行く先行く先でね、心なき言葉に結構へこんでるんですよ。で、契約も取れないですしね、ヘトヘトになってるんですよ。まあ、そういうところで NHK の方がいらっしゃったら、あ、どうもどうも NHK さん、いつもいい番組ですよってからね、あ、契約ですか、もちろんしますよ、引き落とししますんで、ちょっとこちら来てくださいっていうふうにして、私の場合家に上がってもらってですね、で、まあ、30分なりね、1時間なりお話ができるかなと思ってるんですけども、なかなかそれはすぐはお話できないんですよ。ただ契約をして、あなたはどんな仕事してるんですかっていうふうに聞かれるんで、いや、私はね、こうやってインターネットでビジネスして暮らしてるんですよ、まあ、速稼塾ってなってるんですって感じで、契約書を書きながら自分の紹介をして、まあ、興味づけをしますよね。まあ、そうすると何が起こるかっていうと、 NHK のそのね、集金の人って、まあ、長続きしなくって、大体3ヶ月か半年したら大体辞めてるんですよ。で、辞めた時にね、転職するじゃないですか。転職すごく困るんで、そういえば気前よく NHK の契約をしてくださった速稼塾の人ってのは何なんだろうなと思ってね、で、稼ぎのネタの一つにと思って、後から私のところに訪問してくるんですよ。まあ、この時点で結構とんでもないんですけどね。要するに NHK という名前で営業活動をして、で、そこで集めた顧客リストをもとに個人になった時でも来るんですよね。これは完全に良くないことだと思うんですけど、私はそういうケチなこと言わないんで、あ、どうも来てくれたんですねって形で、その時にね、改めて30分1時間ぐらいお話して速稼塾に入ってもらうって感じですよね。で、多くの方っていうのは集客に困ってるのに、向こうから来る人に対しては門を閉ざすんですよ。例えば NHK の人とかね、払えばいいと思うんですよ。あれ年間で1万とか2万ですよ、契約、うん、で、それを払うことによって自分の商品が何十万とか言って売れるんだったら、ちょっといいと思うんですよ。で、 NHK の集金人さんは転職に必ず困る時が来るんで、その時にもう自分で独立する速稼塾みたいなね、仕組みを手に入れていただいて、自分のビジネスを所有していただければ、それに越したことはないですからね、うん、まあ、そういう感じで元 NHK の集金人の方が、まあ、速稼塾に入るってことは、まあ、何人かあったわけなんですよね。で、プラス宗教の方もいらっしゃるでしょ。多くの方は宗教の方が来たら追い返すんですよ。これも同じ原理です。宗教の方いらっしゃったら上がってもらって、そのね、思想とか理念をもう本当に興味深くね、うなずきながら聞くんですよ。で、もっと教えてください、そういうことがあるんですよ、素晴らしいですねって、神様ってのは本当に力があるんですねっていうふうにお話しながら、で、久保さんは今こうやってお昼ね、暮らされてますけども、お仕事とかで嫌なことないですかって、それはサタンがね、あなたをとか言って話し始めるんで、いや、僕ね、仕事してないんで悩んだことないんですよとか言ってね、仕事してないんですかみたいな、はあ、なんかまあ世の中のおかげでね、暮らせてるんですよ、だから本当感謝してます、これも神様の力ですかねって言ったら、それまで世の中っていうのは悪魔に支配されてるって話をするんで、ちょっとね、アンチテーズみたいな感じで、まあ、変な空気流れるんですけども、まあでもね、自分のことを話させていただいて、まあ、私はこうやって YouTube やったりね、アフィリエイトやったりとかして、本当楽に暮らさせてもらってるんで、あなたのような宗教活動されてる方っていうのは本当に、この世の中に貢献してる方だと思うんですよって、その方が生活費を稼ぐために仕事に行かなくちゃいけないんで、布教活動ができないっていうのは人類の損失だと思うんですよねっていうふうに話すんですよ。もうそのぐらいの時にはもうその宗教の方っていうのはすごく気持ちが良くなっちゃって上がるんですよね。で、そういうふうにまずは人の気持ちをもうイラつかせるんじゃなくて、いい気持ちにさせてあげるっていうのが、まあ、基本的に私がやっていきたいことなんですよね。で、大体訪問して、宗教の方でも NHK の方でも訪問営業の方でも、要するにね、すごく嫌な思いするんですよ、心なきこと言われて。だからヘトヘトになってるんですよ。その中で
私みたいに上がってください、お茶飲んでください、いや大変なことされてますねって、あなたのような人がもっともっと報われたらいいのにって言われたら感動するわけですよね。感動の向こうに何があるかって言ったら、私のビジネスに興味を持っていただいて速稼塾に入るっていうルートがもう一直線に引かれてるわけですよ。だから私はその速稼塾に入ろうが入る前がね、とりあえずはわざわざ来てくださった方の労をねぎらうことっていうのは絶対にやるべきだと思いますし、それはねこちらから店舗に行ってもそうですよ。店員さんに偉そうにする人って最近はいないと思いますけども、私たちは頑張ってお店を維持してくださってる方のおかげで自分の気に入った時にね、自分勝手な時間に行っても 100% の対応していただけるわけじゃないですか。だから本当恩人ですよね。近くにあるどんな飲食店だろうと、どんな小店だろうと、本当恩人です。こちらが思い立った日に必ず店を開けていてくれて 100% のフルサービスをしてくれるわけですよね。それにわずかなお金を出したらそれをやってくれるというね、私はもう3割増しぐらいで払いたいぐらいです。特に自分の知り合いとか仲良しがお店をやった時って、友達価格でね負けてよっていう人がいますけども、とんでもないことですよね。友達だから安くしてよって、友達からお金取るのっていう人いますけども、いや友達だったら多めに払えよって言いますよね。だから私は友達とか知り合いがどっかお勤めに行ったりアルバイトが始めたら、そこに行ってまずはシュークリームをね従業員さんと休憩の時食べてみたいな感じで、差し出しますよね。そうするとそこにバイトに入った知り合いとかはその職場で鼻が高いわけですよ。お前すごいいい知り合い知ってるよねって、あの人何やってる人、速稼塾ってネットビジネス塾やってる人なんだけどねって言ったら、すげえね今度紹介してみたいな流れになるわけですよ。だからいいことをすればするほど、相手を喜ばせれば喜ばせるほど縁っていうのはどんどんどん深まっていくんですけども、多くの人は自分の都合を中心だったり自分の価値観を中心に、それに合わない人は跳ねのけますみたいな感じをやるんでね、なかなか人との関係ができてこない。とにかくね塩を送りまくるわけですよ。敵に塩を送るって言い方がありますけど、そんなん送ればいいんですよ。どん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 送って敵に塩を送って味方にするっていうことで、私たちはまだまだねできることが増えていくんだと思いますし、敵がいるよりもそれが味方に変わった方がいいですしね。そしてお互いに助け合える関係、励まし合える関係が作れていけると思います。私はいつもそういうふうに思ってるんで、いらっしゃる方とかは全然 NG しないですし、でむしろねこうやってインターネットを通じて知り合った方と一日も早くお会いできることを望んでるわけなんですよ。もう本当に今年も多くの方とお会いすることができましてね、こういう状況の中でも。だから多分職場ってのを持ってる方は毎日毎日意識してないと思いますけどもね、コンビニに勤めてる方でも、どっかの会社に勤めてる方でも、どっかの工場に勤めてる方でも、そのね自分がある場所に行って工場とか会社に行って、そこにね自分を受け入れてくれる人がいるっていうのはどんだけありがたいことかですよね。でそこには個人的な思想の違いはあれ、一つの仕事っていうミッションに対する目的意識があるわけなんですよ。で私は一人の仕事なんでそれがないんですよね。だから仕事の外に共通の思いとかね、違ったことに関心を持てるような愛情とか、そういうふうな尊重心とかね、こういったものでつながっていくしかないかなと思ってますよね。はい、じゃあ話をまとめますよ。 NHK の集金人さんは追い返すなってことです。宗教が来てもちゃんと話を聞いてあげて、その人が伝えたいことを受け止めてあげること。営業マンが来てもお金を取られるって思うんじゃなくて、あこの人はどんな思いでその商品やサービスを私に届けようと思ったのかなってことを分かってあげるってことなんですよ。この繰り返しが毎日ですよね。この繰り返しがビジネスなんですよ。だから誰一人自分に対して害するものはないってことです。迷惑メールだって迷惑じゃないんですよ。その迷惑メールと言われるそのレッテル貼りのね、レッテルを剥がした時にどんなに素晴らしいキャッチコピーが並んでいるだろうか、どんな思いを込めてこのメールを書いた人は自分にメッセージを伝えようとしたのかっていうところに、そこにですね人と人が手をつなぐチャンスがあるわけなんですよね。だからこちらからストップをかけたりするっていうのも、それね王様のやることですよ。高慢なことですよ、だから私たちは何者でもない人間なんで、近づいてくる人をね評価するようなことはやめてですね、全部が自分の本当ご縁だと思って、ありがたく神様が来たと思って対応するべきではないかなと思っております。それが神道花やるまシリーズの神の道のところだと思うんですよね。どんな人も神様に続いてるわけですよ。どんな人もサタンからもたらされた、悪魔からもたらされた人はいないわけですよね。あとは自分がそれを裁けるかどうかなんですよ。自分が裁けないからといって悪い人だっていうふうにレッテルを貼らないことかなと思いますけどもね、いかがでしょうか。